コルグの太田と申します。よろしくお願いします。今日はChrome EX の音色、新しく追加した音色を、今泉と2人で、ご紹介させていただきます。まず最初なんですけども、これ僕、自分で勝手に下世話系シンセって呼んでるんですけど、デチューンシンセっていうふうに言われてるんですけども、オシレーターはもうすごいもう嫌ってことを重ねてピッチをずらしてにじませて広げてみたいな音の作り方をした音です。どんどんいきます。次もうちょっとそのちょっとした下世話感を少しちょっと減らして薄めてサイドチェーン効果などちょっと使ってみたり、あとテクスチャー系のことをちょっとレイヤーしてみたりしてちょっと作った音です。の幅とか、あとこう音域も少しちょっと狭めたようなストレートな音を少しやります。プラックっていう元々なんですけど、皆さんご存知の方もちょっとやっぱり多いと思うんですけど、プラックっていうのはもともとギターとかバイオリンとかそういう弦楽器をこうつまびくみたいな意味の、語源のある言葉なんですけど、最近のところの使われ方ではやっぱりなんかあらゆる音をなんかプラックしてるっていうのをちょっとやってるのかなっていうのをちょっとよく耳にすると思うんですけど、こういうストリングスのピチカートの音だったりとか、あとこういうこういうスティールドラムみたいな音だったりとか、これカリマの音だったり、あとこのパンフルートって言われてるもうちょっとカリビアンの音の、こういうようなフルートの音だったり、最終的にはボーカルサンプルをなんか変にピッチアップしたりフォルマントをめちゃくちゃにしたような音を、なんかプラックとして使うような、これも昔からある音作りの手法の一つではあるんですけども、やっぱこういう音をもう一気に全部重ねて一つの音色として演奏したりっていうのも結構よく聞く。でちょっとドラムを足してやってみると。こういうようなちょっと可愛いポロロンとした音が結構ポップなダンスミュージックのところでは結構よく聞くのかなと思います。次にご紹介したいのはドラムだったりとか、あとコンビネーションで指一本で弾けるようなコンビネーションをいくつかちょっとご紹介します。これがちょっと鳴らしますね。ドラムだったり、もうちょっとベースハウスでサイドチェーンとか、あとオブルベースみたいなのをちょっとやってみたやつが。もうちょっとこれも僕は勝手にイナタイ系っていうふうに言う
ってるんですけど、まあ、ヴィンテージなドラムマシンのキットだったり、シンセサイザーのフィーチャーしたいものですね。これもあの民族楽器もめちゃくちゃにいっぱい折り重ねて、日本から尺八とか中国の胡弓とか、あとはイタリアのマンドリンとか、まあ、そういうのもなんか一緒くたに集めたようなやつをちょっとやってみます。最後にご紹介したいのが、あの映画の、トレーナーサウンドだったりとか、あとは車の CM とかでもよく耳にするような、サウンドエフェクトをちょっといくつか紹介します。ピアノのパートは、サンドデータ、同じくサンドデータ開発課の今泉君が担当させていただきます。写真出ますか？いくつかちょっと参考資料ありますので、でこの新しいグローブ EX のためにまた新たにですね、ピアノのサンプリングを行いまして、こちらは割とできて間もない非常に、環境のいいスタジオをで録音いたしました。天井が高いので非常に音の環境が良いです。で2枚目お願いします。こちらのスタインウェイですね、フルコンサートグランドピアノを撮っております。でもう手術台の上に乗せられたので、マイクがたくさん置いてありますけど、この右側の子の方もたくさん置いてありまして、まあ、このような環境で、フルコンサートグランドを録音いたしました。次行ってください。でこちらのエンジニアの小野正元さん、とですね、コンサルタントに迎えまして、録音いたしました。で次行っていただいて、でこちらのノイマンのマイクなんですけど、これがまたいいキャラクターでですね、非常に高価なマイクですけども、これで、その空間の空気の音とですね、程よくブレンドされたことを録音しました。で小野正元さんご存知ですかね。トップエンジニアですけれども、まあ、有名なところではこれですよね。方ですけども、と一緒に録音をいたしました。それで今回はですね、ちょっと特徴がありまして、モノラルで録音しているんですよね。でたくさん手術台の上に、器具がたくさんあるかのようなことを言いましたけども、実はもう非常に限られたマイクだけを厳選して使っております。でそれは、ね、容量を削減したりとかそういうことではないんですよね。昨今あのメモリーも結構アクセスが自由になっておりますので、メモリーの問題ではない。あくまでも音色に注目したところでこういった音を作りをしてみました。でそれはなぜかといいますと、だいたいステレオのピアノを取っていろんな楽器にも入ってますし、このクローブのオリジナルのクローブにも入ってるわけなんですけど、ステレオですと空間の広がりが得られると代わりに、なんていうんですかね、モノラルにした時に音の変化が起こってしまうんですよね。それはメーカーを問わずいろいろなステレオのピアノを搭載した楽器ではだいたい等しくそんな感じで、さらに言えばCD なんかもですね、ステレオでもちろんあるわけですけども、ああいった音源もモノラルにすると結構ピアノの音って変わってしまうんですよね。でその理由っていうのは、例えばここに弦があったとして、でステレオのマイクを設置した場合に弦から音が飛んできて、こういう形で同じものをキャプチャーするといい感じなんですけど、例えばちょっと隣の弦に行きまして、ここ波形が来た時にこっちちょっと長くなりますよね、距離がね。そうすると左側はこういう波形で、反対側はたまたまこういう反対になる波形があったりして、そうすると打ち消しちゃってその周波数消えてしまったりするんですよね。でまあ一つの音にも倍音がたくさんあるので、全く音がなくなるわけではないんですけども、周波数によってここはディップができて、ここは強調されてっていう形で音のキャラクターにすごく癖がついてしまう。
ですので、例えばのライブの会場とかですと、モノラルで出すこと多いですよね。というのは、低音だけそこからガーンと出て、攻撃ここに出ると非常に聞きづらい。ここに座っている方っていうのが低音があまり聞こえないとかってなるので、大体 PA の場合はミックスして再生することが多いんじゃないでしょうか。あるいはこのようなモニターのスピーカーですと、やっぱりモノラルになりますしね。その時に新しいサンプリングですと、もともとモノで録音していますので、音の変化が全くないんですよね。で、私も試しにいろいろやってみたんですけど、 L と R を足して全く音に変化がない。ノブで音色の調整、触ってみると結構気の利いた音の変化しますので、ぜひ試してみてください。リバースがかかるんですよね。こう弾く長さって言いますかね、そういうのでコントロールしています。特別なことしなくてもこのリバース音というのが得られます。ちょっと新しいテストのエレピ系の音なんかも入ってます。これディレイなんですけど、ディレイをちょっとこうジョイスティックでモジュレーションしてるんですよね。結構面白いですね。とはダブル上とかで音色を変えるだけでもいろんな評価の演奏ができるようになったり、大変大変面白い効果が得られるかなと思います。というわけで、新しいですね、クラブ系のサウンドが結構増強した、シンセ系の音も増強した、クローム EX、 それからピアノの音も増強しております。